今回はスマースピー限界突破研究やってまいりたいと思います。ドラクエの音うるさ。今日も最低でもね2回以上ジャックポットチャンス行くか、どちらかのジャックポット取るまでは一区切りの動画とさせていただきたいと思っておりますが、それでは本日も限界突破目指して頑張ってまいりたいと思います。行きます。さあ今日のパンパチャレンジ、マジで日によって違うからな、このバンパーの。あーひどい日だ、今日は良くない日になりそうやな。ここは早速決めていきたいところ。いじゃん、いきまーす。今日も限界突破ポケット見ていきたいところでございますからね。スピンのねジャックポットは結構取れるんですが、ガー半分ねえな。今下手したら死んでたぞ。まあもう継続チャレンジはできないみたいなんで、悲しみを背負いながら行きますか。ちょっとバンパー弾き弱いですね。おーいショット、ね、途中からでも4回連続入ったら全限界突破ポケット出てほしいですけどね。あ、出るかも。限界突破出んじゃない、出ないか。なんかクルーンの回答が出るのが時間が結構長いと出やすいというか出る兆候なのかなって、若干フリーズすれば出やすいとかあるのかなって思ったんですけど、気のせいか。さあここから難しい。まだね続くと思うんだけどね、結構難易度高いよね狩猟ニコって。うわーお疲れい、行きまーす。なんやろな、あの2個終了になったらすぐ終わっちゃうあるある。やっぱスマスタのジャックポットラッシュって難易度高かったんやなーってああいう時思う。さあいきなり入れちゃっても吉田なんですよ。はーい吉田、吉田、あっまっつつーりー、いきまーす。さあ、弾きの調子はなんかさほど悪くなさそうな雰囲気してきたんで、最初ぐらいじゃないかな弾きの調子悪かったって言ってたら悪くなった。さっきね63番パーぐらい弾いてたんで、まあジャックポットチャンス入れればいいんですけどね。それー、サンキュー、ジャックポットチャンス、やってましたジャックポット、あれ今日いい調子の日ですか。5分の1決められるおじさん来たね。お、バンパーもご機嫌いいですよ。あ、いいね、好き。かなり稼がしていただきましたね。51番パーくらい当たりました。出ていく。もう間違ってここで限界突破出てんかな。出ないわ。ここでスピン取ればさすがにメダル増える。
さすがだね、これは。さすがによ。さあ、バンパーの弾き悪くなって継続していく。あー、勝負の3ラウンド目。ここの3ラウンド目がな、難易度高いんだよな。なんかね、ここ乗り越えられると割とラウンドが今後も継続していく気がする。まあもう勝手なジンクス、都市伝説。88ね、悪くないっすよ。バンパーの方は悪くないんで、クルーの方ももう一応継続力でいい。さあ、強い波して。今日はもう一回いける気がするわ。まあ、あともうちょっとでね、レベルが1個上がるっていうのもあってね、次のジャックポットチャンスで終わりとしましょう。クルケー、あ、ここ入ったらもう一回やるよ。あ、入らないね。いきまーす。あー、入った。パパパパパカッパー、やばい、セーフ。39バンパー、まあまあ悪くないか。ソリーワーイ、ソリーワーイ。バンパー次第で次1個増えるんじゃないですかね。30ぐらいまではいってほしい。ネバーカさん、おーちょ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 ーい。まあこれだったら多分 70%、80%、100% ですね。 100% ゲージが増えたんで、バーイ、いきまーす。ネガワクバこれ含めてあと2回で行きたいです。あと2バンパーで行ければまあまあメダルの損失はそんなになく行けるのではないでしょうかね。ジャボンチャスにいらっしゃっていやーそいやさ、いやさ、そいやさ、あくまでやいきまーす。あー、泣いても笑ってもラストだ。打ちかましてもらいたいところでございますね。60。さあ、まずはどこに入れることができるでしょうか。限界突破見たいんだったら赤に入れたいところ。ブレ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 。うわー、うわー、うわー、超怖い。何今の。スマスタってこういうのあるから怖い。さあ次も赤入れたいよ。さああと3ラウンド、赤に入れることができれば限界突破確定でございますよ。ああ、赤に入れることはできるんですかね。すーわーい、フィーバー。さあ、魔の3ラウンド目。ここを乗り越えるのが至難の技だ。今日ね、5分の2決めちゃう男なんで、ちょっとこの終了2個はいつもよりも緊張感がありますね。さあ、よろしくお願いします。